準備はできているか？あ。着いたぞ。じゃあ次の機会に。雰囲気すっごくいい。風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。ガーディナにようこそ。船、明日にはちゃんと出るのかしら。新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれ、か
カンナギ就任記念硬貨。あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。ご苦労様。やはり運休か。さあさあ乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。じゃあ次の機会に。ここの味も結構イケてたな。オルティシエならもっといい店あるわよ。値段も高いけど。この店より高いのか。ちょっと…じゃあ次の機会に。オルティシエのだ。出発準備できたって。何ちょっと焦っちゃった。しっかり準備して。原石すげえ喜んでたな。さくるたち頼んだら何か作ってくれるかな。高くつくんじゃねえか。でもせっ…マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは…バカ言うな。俺たちはオルティシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここに立って同じだろう。どうだ
ああ。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え、カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。オクティス様、かつてレミスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエに来て変化した。カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んだ。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結ばず多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように、お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった、陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか？じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙ってんの？敵の将軍に何を聞いている？どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければ。